ページバンザ山ンとは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家、オレゴン州デートン出身、チームアルファメール所属。両親がダンススタジオを経営しており、万山とは、幼少の頃からバレエ、ジャズダンス、ヒップホップなど様々なダンスを習っていた。ニックネームの十二ゲージは、バンザ山ンとの趣味が射撃競技や狩猟のため散弾銃の光景を表す単位のゲージから、 父親がつけた、ナイキやコロンビアスポーツウェアのモデルとして活動していたことがある。家族でネバダ州へ引っ越した時に、バンザンとがダンスを習うためのスタジオを探していたところ、ケンシャムロックのジムを偶然見つけて、総合格闘技とボクシングを始めた。2012年4月13日、18歳でアマチュアデビュー、勝利を収めた。2012年6月30日、 プロデビュー戦で勝利を収めた。2013年1月5日、インビクタ FC4 でィ・シャトーレスと対戦し、判定負けを喫した。2014年11月22日、UFC デビュー戦となった UFC ファイトナイト、エドガー VS、スワンソンでケイリン・カランと対戦し、パウンドで3四個勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年2月10日、 リーボックとスポンサー契約を結んだ。2015年4月18日、UFC オンフォックス15で、女子ストロー級ランキング9位のフェリス・ヘリグと対戦し、3から0の判定勝ち。2015年9月5日、UFC191 でアレックス・チェンバースと対戦し、腕ひしぎ十字固めで 3R1 本勝ち。2015年12月10日、 UFC ファイトナイト、ノミネス VS バンザントで女子ストロー級ランキング3位のローズ生ユナスと対戦しリアネーキドチョークで5 r 1本負け2016年8月27日 UFC オンフォックス21でベックローリングスと対戦し2大蹴りからのパウンドで2 RKO 勝ちパフォーマンスオブザナイトを受賞した2016年12月17日 UFC On Fox 22で女子ストロー級ランキング11位のミシェル・ウォーターソンと対戦しリアネーキドチョークで 1R1 本負け2018年1月14日フライ級転校初戦となった UFC ファイトナイトステファンズ VS ちょいで女子フライ級ランキング10位のジェシカ・ローズ・クラークと対戦し0から3の判定負け2019年1月19日 UFC ファイトナイトサフード VS ディリシャーでレイチェル・オストビッチと対戦し腕ひしぎ十字固めで 2R1 本勝ち2020年7月11日 UFC251 でアマンダ・ヒバスと対戦し腕ひしぎ十字固めで 1R1 本負けこの試合を最後に UFC から離脱した2021年2月5日 ベアナックルボクシング団体の BKFC 初参戦となった BKFC ナックルマニアでブリテンハートと対戦し、0から3の 5R 判定負け。2021年7月23日 BKFC19 でレイチェル・オストビッチと対戦し、0から3の 5R 判定負け。ありがとうございます。